より親、より子とは、中世日本において、親子に犠牲して結ばれた、主従関係あるいはこれに準ずる、保護者、非保護者の関係。保護する側をより親、保護される側を、より子、同心とも呼ぶ。日報辞書では、より親は、ある種君の家中とか、その他のところとかにおいて、あるものが頼り、よりすがる、相手の人、より子は、他人を頼り、その庇護のもとにあるもの。 あるいは他の配下にあるものと解説されている。原則的には寄り親、寄り子関係は私的な契約関係によったが、戦国時代においては半ば強制的なものになっていった。寄り子と同様の性格を持つ者としては、奈良時代の宿り木口、平安時代の寄りうどなどが挙げられるが、鎌倉時代の武家社会における総領性の確立によって初期には総領に従う。 諸子のことを指したが、ほどなく、秘訣縁的武士も、より子として扱われ、やがて校舎が占めることになる。より子は、僧侶が追っていた公家ごとに対する負担を行う、代わりにその地位と所領を保障されていた。室町時代に入ると地侍たちが、地元の有力武士と関係を結んで余りや、より子の関係を結ぶようになり、守護大名や戦国大名も有力武士を参加に入れる。 家庭で彼らの寄り親としての権限を認めて、自らも彼らと寄り親、寄り子の関係を結んで、家臣団に取り込んでいった。この時代の寄り親、寄り子関係は、単に戦いへの一時的な参加を頼む頼まれるという、当座の関係から、寄り親が寄り子に、所領や淵を与える、求人的寄り子まで幅広く、さらに大名が、自己の寄り子である、有力武士に、 彼ら自身のより子に与えるための所領が与えられる場合もあった。戦国時代になると大名は主従関係の安定化のため、より親となった有力武士の権利を保障し、より子がみだりにより親を変えることを禁じたり、大名への訴訟はより親を通じて行うことを命じて強制力を持たせる一方、より親がより子に恩給を与えなかったり、 その他、より子に対する不当な扱いを行った場合には、より親を変えさせるなど、より子を自己の軍事力として確保する政策が取られた。より親、より子性を取ったことが知られる戦国大名としては、北条氏、今川氏、武田氏、六角氏、毛利氏などが知られ、これよりも結びつきが低い、市難、非指南難制度を取った伊達市や結城市の例もある。また、機内の細川氏の場合は、 悲観が、三好氏、薬師寺氏などの有力武将につけられてより親、より子関係を結んでおり、三好長兄のより子は、三好政権の確立後も身分上は慶長屋の悲観、三好氏のより子であった。これは身分に対する認識が厳しい機内では、売心身分は社会的に低く扱われていたことが背景にあったとみられる。江戸時代に入ると、主従関係の再編成によって、 武家社会における制度としてのより親、より子は消滅するが、武行者における寄り木、同心のように、下級役人の役職名などに残されたほか、各種奉公人の圧旋を行う、口入れ屋や人宿の親をより親、奉公人や人宿の棚子をより子と呼ぶなど、制度の名残が広く残されていた。山梨県及び、武田市の影響下にあった長野県では、 現代に至るまで非血縁の疑似的親子関係である、親分子分観光の習俗があり、武田氏研究においても、服部春則がこの習俗の起源をより親、より子制に求め、近世知事や経府資料により、上層家診断と地域武士団など非血族で階層の異なる氏族の同族関係を考察している。馬部隆弘、摂津五代薬師寺氏のより子編成、初修。 馬部、戦国期、細川権力の研究 ISBN 978から4から6420295062018年、P177 から186.191から192 19。ありがとうございます。